通勤や通学、送り迎えなど私たちの生活に欠かせないアイテムの一つといえば自転車。中でも近年暮らしに定着しつつあるのが電動アシスト自転車。坂道も楽に乗れる快適な自転車として幅広い世代に人気で、出荷台数は10年間で 2.4 倍以上になるなど、需要は右肩上がりを続けています。そして今新たに注目されているのは電動じゃないアシスト自転車なんです。